訴えれば君は確実に負ける状態だけど、いいのか。示談金として300万払ってもらいたい。ブラックワールド。本日よりこちらに移動になりました。よろしくお願いいたします。俺は小一、長年勤めてきたこの会社でようやく俺は念願の海外事業部に異動になったのだ。海外といっても日本での勤務がメインだし、多少の出張はあるが、それで海外を飛び回ることも楽しみだ。今日はお祝いしてくれるって言ってたな。ただいま。おかえりなさい。おかえり。そして俺にはこんなに美人な妻リサと可愛い娘までいる。パパ。え、どうしたの？今日ね、パパのためにママとケーキ作ったの。そうなの？楽しみだな。ゴンイチが好きそうなものを花と作ったのよ。ありがとう。リサも育児で大変なのに俺嬉しいよ。ゴンイチが頑張ってくれてるからよ。ねえ、早く食べようよ。そうだね。そうだね、早く食べようね。俺は本当に幸せだ。その日俺は初海外出張が決まっていた。じゃあ行ってくるね。気をつけてね。早く帰ってきてね。お土産買ってくるからね。二人のために頑張らなきゃな。意気揚々と出発したのだが、その日俺は飛行機に乗ることはできなかった。どうやら行く予定であった現地の空港でのトラブルにより全便が欠航になってしまったということだった。そして今回の出張も中止すると会社からの報告があり、今日は休んでいいということで俺は自宅に帰ることになったのだ。あれ、出かけてるのか。ふぅ、今日は疲れたな。え、花、花どうしたんだ。ママ、リサに何かあったのか。あ、はい。リサ、今どこにいるんだ。今は家にいる。え、家？どうかしたの？現地に着いた？いや、出張がなくなったんだ。そうなの？今から帰ってくるの？もう家にいるんだけど。え？花が真っ黒い部屋で一人でいた。それは。今どこにいるんだよ。リサ、シャワー上がったぞ。お前も入れよ。なんだよそれ。リサが不倫してるなんて。リサ、どういうことだよ。何が？さっきの電話だよ。お前、花のこと置いて不倫してたのか。何言ってんの？電話で男の声が聞こえたぞ。だから何？私は買い物に行ってただけだし。そんなはずないだろ。明らかに不倫だろ。ほんとイラつく。私は花が昼寝したから牛乳買いに行ったの。もういいわ、離婚よ。そうだな、離婚だな。慰謝料たっぷりもらってやるわ。いや、お前が不倫してんだから無理だろ。私の父は弁護士よ。あんたに負けるわけないじゃない。ね、あんたをパワハラで訴えてやるわ。なんだよそれ。覚悟してなさいよ。離婚の話になった後、リサはそのまま俺と花を置いて家を出て行った。だからこうして俺はリサの荷物をまとめている。パパ。花、どうかしたの？リサは花のことも置いたままで連絡もしてこない。俺はいいけど、花のことまで放っておくなんて。ママに会いたいよね。会いたいけど。どうかしたの？怖いおじちゃんが遊びに来るから嫌だ。え？まさか家に不倫相手呼んでたのか。もう大丈夫だよ。うん。怖い人来ないからね。うん。あ、ママに会いたいよね。花？花、どうした？これ。ん？去年のクリスマスにあげたやつか。これ、お写真撮れるんだよ。うん。え？これでママに会えたでしょ？あ、決定的な証拠を、俺は手に入れた。そして離婚の話し合いのために、ギフとリサが家にやってきたのだった。光一君、説明してもらいましょうか。何をですか？リサに対するパワハラについてだよ。今回無理やりリサを家から追い出して花に会わせないと言ったそうだね。なんだよそれ。お父さん本当にひどいでしょ。花に会いたいだけなのよ。そんな話嘘じゃないか。光一ってば不倫までしてるのに、どうして私がこんな目に遭うの。光一君、
訴えれば君は確実に負ける状態だけどいいのかな。いいって何がです。多額の慰謝料を請求することを考えている。なんで僕なんですか。不倫したのはリサなんですよ。リサから話は全部聞いてるんだ。裏切られたのは私なのに、ひどい。こいつ、君への怒りはあるが、一応家族だし、示談でどうだ。え？示談金として300万払ってもらいたい。そんなもの払いません。この証拠を見ても僕の話を信じませんか。これはリサが不倫した証拠です。これで離婚の話になり、リサは僕と花を置いて家を出て行きました。それはリサの不倫も許せないですが、僕が一番怒っているのは、男と会うために花を真っ暗い部屋に一人きりで放置したことです。お前、そうなのか。そんなことをしてたのか。信じられないやつだ。花まで犠牲にするとは何事だ。申し訳ない。いや、お父さんが悪いことではないので。本当のことを知らず、失礼なことを言ってしまった。そんな、頭を上げてください。君の弁護士になろう。え？娘が迷惑をかけたことを、親として償わせてほしい。待って、お父さん、それってどういうこと。お前は黙ってなさい。え？お前は、信じられないことをしたんだぞ。私が光一君の慰謝料をお前から分取ってやる。でも私、そんなことされたら。慰謝料は自分で払うんだぞ。本当に申し訳なかった。あ、そんな。真剣も君にある方がいいだろう。その方向で動くからね。はい、ありがとうございます。それからお父さんの弁護の会もあってか、リサと不倫相手から慰謝料300万を取ることに成功した。リサはすぐにお金を用意することはできなかったが、お父さんは自分で責任を取るようにと絶対にお金をリサに貸すことはなかった。その代わりと言ってはなんだが、お父さんの弁護士費用はかからないことと、これはお父さんの謝罪の気持ちとして僕に200万を支払ってくれた。その後リサは不倫相手と別れた。今では一人で古いアパートに住んでいるらしい。こんなはずじゃなかったのに。俺への慰謝料は毎月分割で支払っている状態だ。パパ遅いよ。もうこの時間？パパお寝坊さんなんだもん。俺はというと、前の家は売却し、今は俺の実家近くのアパートに花と暮らしている。ああほら、早くご飯食べないと。あれ、牛乳は？テーブルの上にあるでしょ。あ、パパは一人だと何にもできないから、花がずっと一緒にいる。私はレイナ。先日父が他界しました。まだ55歳だったのに、あまりにも早いお別れでした。しかし私は泣きませんでした。泣くわけにはいかなかったのです。父には浮気相手がいたのです。その人のせいで私たち家族はバラバラになってしまったのです。母はすでに出て行っていました。そのことを許すわけにはいきませんでした。どうもこんばんは。あなたは。光一さんのことは本当に残念だったわね。浮気相手が自分から顔を出しに来るなんて、なんて常識知らずなの。浮気相手のリサは父が他界したというのにブランド品をちらつかせた姿で通夜にやってきました。いや、お金以外取り柄のない男だったけど、通夜にはたくさんの人が来るものね。人望はあったみたいね。なんですか、一言余計じゃないですか。あ、気に触っちゃった、ごめんなさいね。でさ、通夜なんてどうでもいいんだけど。どうでもいい。ええ、そんなことよりレイナちゃんって長女よね。光一さんの遺産なんだけど、放棄してもらえない？はぁ、どういうことですか？だって、レイナちゃんってまだ20代でしょ？あの人お金だけはたんまり持ってたからさ、あんたみたいなガキにはもったいない大金があるはずだと思って。この人、お通夜だって言うのに、なんてこと言うの？通夜に参加してくれていたみんなが、その話を聞いて、空気が凍りついていました。残念ですけど、お断りします。父の遺産は
私のものですから。あら、そんなこと言っちゃっていいのかしら。自分の立場わかってる？どういうことですか？実は私のパパってちょっとした会社の社長なのよね。丸抜商事って言うんだけど。え、私の会社？あら、そうなんだ、偶然。じゃあもしかしたら私が不機嫌になったら、あなたパパに解雇されちゃうかもね。あなた、そのことを知ってて？さあ、そんなの知らないけど。で、遺産の相続はどうするつもり？母もいないし、父もいなくなった。今ここで仕事を失うわけには。わかりました、遺産は放棄します。さすが、話がわかる。これで新しいバッグが買えるわ。ありがとうね、レイナちゃん。悔しい気持ちでいっぱいでした。もろもろの手続きや催事が済み、遺産はすべてリサに奪われてしまい、なぜ私がこんな目に遭わなければならないのかという気持ちでした。父が浮気をしてからというもの、母は出て行き、父はまともに家事をやらず、私は家事をしながら受験勉強もして、やっとの思いで大学に入ったのに、就職後も父は浮気を続け、私の給料を当てに生活をしていた。それに対しリサは社長令嬢でお金持ち。父を好き放題に扱っただけでなく、お金も足りてるだろうに遺産まで奪っていって、絶対に許せない、そう思いました。そんな時、たまたまネットサーフィンをしていたら、復讐コンサルタントというネット広告を見かけました。何これ、怪しいけど、復讐って本当にできるの？怪しいとは思いながらも、すべてを失った私はもう世間体など気にする必要はなく、その広告に申し込みをしました。後日メールが届き、事務所へ行くことに。ここが事務所、ビルは普通っぽいけど中は変わってるのかしら。お待ちしておりました、レイナ様ですね。私はミキと申します。若い、私と同じかちょっと上くらいかな。よろしくお願いします。復讐をしてくれるんですよね？ええ、自分ではできないことを私どもが代わりに行う事業でございます。なんだかちょっとバカにしたような言い方。さて、では早速お仕事の話をしましょうか。まず我々の報酬は内容によって異なります。復讐をすることによって利益が生じるようであれば、その利益の 30% を頂戴しています。さ、30%。 わかりました。遺産は3000万円なので900万円になりますね。900万円？ご冗談を。私の取り分は1億2000万になります。1億2000万？どこをどうしたらそんな計算になるんですか？今はわからないかもしれませんね。しかしすぐにわかることになります。加害者の情報はすでに入手していますから。そういうミキさんは不敵な笑みを浮かべていました。なぜか私はそれを頼もしいと感じていました。それから数日たち、ミキさんはリサの身辺調査を行ったらしいです。能天気な女、調べられているとも知らず。何かしら、最近誰かに見られてる気が。ミキさんが身辺調査を始めてから、リサさんの周りで不幸が起き始めました。いった、なんでこんなところに小石が。ヒール折れちゃったじゃん。この時間にながら運転の車が通ることはすでに調べ済み。これで全治2ヶ月といったところか。なんでこんなことに。リサの不幸はこれだけでは済みませんでした。病気が見つかった、即手術しないとダメ。嘘でしょ、ただでさえ引かれて全治2ヶ月なのよ。事故、病気、お前の不幸はまだまだ続くぞ、リサ。もしもし、パパのマネバツ会社が倒産、借金も、なんでそんな突然。会社の倒産、これでさらなる不幸が。もしもし、ちょっとどうなってるんですか？会社が倒産したんですけど。
ああ、復習の過程で必要な事項でしたのでお気になさらず。それにどうせもうすぐ仕事なんてする必要なくなりますから。あなた、一体。それからまたしばらく経ち、リサは少しずつ不幸な目に遭っていった。やばい、会社が倒産して仕事をしなきゃいけなくなったけど、社会経験がないからどこも雇ってくれない。やっと雇ってもらえたとしても派遣の仕事、しかも能力がなさすぎるって言われてすぐ契約切られるし。社長令嬢から派遣社員、プライドはズタズタだろうな。ついに登録してる派遣会社からも紹介できる仕事がないって言われた。どうすればいいの私、どうすれば。あ、あなた。あ、レイナちゃん、こんなところで会うなんて奇遇ね。う、あなた、臭い。お風呂入ってるの？入れるわけないじゃない。あれから私大変だったんだから。光一さんの遺産ももうないのよ。そうなの。復讐はうまくいってるようね。え、何？今なんて言ったの？なんでもないわよ。それよりもさっさとお風呂に入って、すっごく匂うから。そんなこと言ったって、お風呂に入るお金もないのよ。家賃も滞納しすぎて追い出されそうなの。お願いレイナちゃん、お金ちょうだい。なんで私が。嫌ですよ。それじゃあ、ま、待ってレイナちゃん、行かないで。それからリサはアパートも追い出され、ホームレスになったそうです。なんで、なんで私がこんな目に。これは世の中が悪いんだわ。不当に金を稼いでる奴らからお金を奪ってやる。私は不当にこんな目に遭ったんだから、これは貴族行為だわ。リサはホームレスになった挙句、万引きを繰り返し刑務所へ入ることになりました。私が悪いんじゃないのよ、世の中が悪いんだから。私は無実よ。リサは何度も警察官にそう叫んだらしいですが、刑務所に入った以上罪を償うことしかできません。こんな人生何かの間違いよ。そうよ、私は社長令嬢なんだから、こんな目に遭う人生なんてあるはずがないんだわ。きっとこれは何かの夢だわ。早く夢から覚めないと。そう言ったリサは刑務所内で自ら命を絶ったそうです。復讐は全て完了しました。リサの家族、親戚も全て他界しましたよ。そうですか、ありがとうございます。誰もリサが他界したことを悲しむ人はいなかったそうです。それだけ悪いことをしてきた証拠ですね。当然です、あんな女。では報酬をいただきます。でも私、1億2000万なんて。私、リサの父親の会社の株主だったんですよ。会社の売却益の一部を回収してまして、その金額は4億円でした。4億円。これの 30% なので1億2000万、きっちりといただきます。残りの2億8000万はあなたの口座に振り込ませていただきます。これで契約は終了ですね。あなたは一体。私はただの復讐コンサルタントです。またのご利用をお待ちしてますよ。まあもう復讐する相手なんていないと思いますが。ありがとうございました。ミキさんは最後の最後まで謎に満ちた人物でした。しかし復讐を完遂してくれたのは事実です。それだけで私は十分でした。それから私は父の墓前に行きました。父の墓を前にしても涙は出ませんでした。そもそも父がリサと関わらなければ家族がバラバラになることはなかったのですから。これが最後の墓参りになるでしょう。私は他人にやらせたとはいえ復讐なんてことをしたのですから、それを背負いながら前を向いて生きていこうと思います。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。